はい、では、うん、これから一生生活するなら、うん、ちょんまげ生活、うん、おふんどし生活、うん、よいミスティ。いや、やっぱね、ちょんまげだと思うんすよ。なんで自分は。なんでやっぱ日本男児たるものね。やっぱりこう。たるのもの？たるものね。うん。やっぱこう、たるのものじゃね。たるたるの誰がたるだ誰がたるだそうっすか。いいか、はい、だから要するにだ、やっぱ、ね、日本男児たるもの。うん。やっぱちょんまげで生きていくべきですよ。つうか、もうね、俺、これもしも俺がちょんまげ生活にしなきゃいけないってなったら、はい、俺まず政界に出るね。政界に出て国の法律を変える。男はみんなちょんまげっていう。そういうね、独裁的な政治家独裁じゃねえよ我々はプリン党だ違う違うだろちょっと待って、そういうことが言いたいんじゃないのちょんまげってだってめんどくさいですよめんどくさいかもしんないけど、いやでも。だって自分じゃできないよいやだからそれをね。洗わないの汚いよそれは、まあ、週に一回ぐらい。うわぁ世の中がくたくなるただね、うん、やっぱりね、ここ最近は、なんていうのかな、こう、やっぱ欧米化欧米化でさ、うん、日本の心をみんな忘れすぎだと思うんだよね。忘れてないよ。じゃあ、ふんどしだっていいじゃないですか。ふんどしだって。ふんどしはジャパン文化でも今なんかここ最近さ、出てるふんどしとかっていうのはさ、そんな男らしいさ、赤ふんとかさ、うん、なんかそういうエチューふんどしとかじゃなくてさ、なんかこう、ちょっと待ってください。そう、日本の伝統っていうなら、ふんどし祭りはあるけど、ちょんまげ祭りってあるんかよちょんまげ祭り何言ってんだよ。ちょんまげしかいないだろ。相撲取りは全員ちょんまげだろうが。ふんどしだろうが。曲げ言ってんだろ曲げ。ふんどししちめてんだろうが。ふんどしじゃねえ、あれは回しだっつんだよ。一緒だよ。一緒じゃねえっつんだよ。じゃあふんどしってなんだ。ふんどしって、ふんどしってなんかこう布がひら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 しんだよ。あれ危ないだろ。ちょんまげだって危ないよ。ちょんまげ危なくないだろ。じゃあちょんまげにしてどうすんの。ふんどしだって別に男のその日本の文化は一緒じゃん。いや別にいいよ、じゃあもう。ふんどし手は。じゃあ、わかった、じゃあ、ふんどしがダメだっつんだったら、ふんどしがダメだっつんだったら、うん、もう、もろ出しでいくわ。何にも吐かねえ。ちょんまげでもろ出し？もう。そんな世の中腐ってるよ腐ってねえよ。だから俺は頭が、どうであろうと、ふんどし締めてればそれでオッケーだと思う。そういう問題じゃないだろ？なんで？なんでもだよ。ふんどしなんかやっぱ、布じゃねえかよ。何その記事批判。布じゃねえかよって何すか？ほんとこれ俺も言っててね、おかしなこと言ってんだと思う。結果わかんない。ただね、でもね、やっぱりね、そのなんだろう、ちょっと少しか話変わるけどさ、うん、あの日本の心を忘れちゃいけないっていうのはちょっとあるなと思ってて、うん、ほんと正直にね。まあちょんまげかどうか置いといて、うん、どうか置いといてな。まあそれはだいぶ大和魂よね。大和魂っていうかね、まあそこまでいかなくてもさ、うん、和の心を忘れちゃいけないよっていうね。和の心ってなんかこう、まあだからさ、刀みたいな。刀は違う。その完全に大和魂じゃねえかよ、それじゃ。牛鍋みたいな。いやなんかさ、こう、マンションじゃなくてね。それ違うな。ごめん。文明開化した後のこと。もうやめ、次行こう。うん、はい。次行こう。よし。はい。よし、じゃあ次。じゃあ、下野さん見てください。はい、はい、はい。